こんにちは。東大政研の牧です。私の方からはですね、ソフトウェア開発、水中ロボットの特に AUV のソフトウェア開発で、AI を入れていくときにどうすればいいかということを簡単に、ご紹介したいと思います。大体、30分を目安にしてますけれども、何か分からないこととかあればですね、適宜手を挙げて聞いていただければと思います。で、こんな流れで一応組んでみました。最初に、AUV のソフトウェアの、概要ですね、これを説明します。で、その後でニューラルネットワークの触りについて紹介して、で、これを、ソフトウェアに入れていくときにどういうやり方でいけばいいかということを、紹介します。で、その後でですね、当研究室で少し事例がありますので、例として紹介します。はい。で、初めになんですけれども、この講義の目的ですね、AI のこうやればできるということを、お伝えするものでは、ありません。で、AI を導入するためのヒントを提供するというものですね。で、ここでいう AI っていうのは、ニューラルネット、特にディープラーニングのことを、指します。で、ちょっと明晰事項なんですけど、私はですね、AI の専門家ではありませんので、詳細については各自調べてください。私がアドバイスできるのは、AI と、これを AUV のソフトに入れていくときの、ノウハウ的な部分ですね。AI そのものに関しては、ちょっと私も勉強中なので、そのあたりはご了承ください。で、AUV のソフトウェアの構成なんですけれども、多かれ少なかれですね、大体の AUV はこういう構成に、なっていると思います。ミッションが始まりますと、ここがぐるぐる回ってるわけですね。状態推定、ここでは自分の状態を推定します。深さですとか自分の位置とかですね、今回のミッションであれば、そのターゲットである V の位置、V との位置関係なんかが状態になると思います。それを受けて制御するわけですね。スラスターを動かすわけです。で、それが基本的にはループで回っているわけですね。で、それである一定の条件がクリアされるとミッションが終わるわけです。例えば、時間が一定時間経ったとか、外部からストップの指示が来たとか、あとは V を割り尽くしたとかですね、電池がなくなったとか、いろんな条件ありえますけれども、はい、基本的にはこういうループで組むことができます。で、ただこれだけだと、あんまり複雑な動きはできません。なので、実際 AUV を海で動かすときにはですね、結構複雑な動きをさせないといけないんですけど、それをどうやって実装するかということですね。で、よくあるやり方は、この内部状態を表す変数を1個作っておいて、これを切り替えていきます。我々モードと呼んでますけれども。で、この、我々が、海底の画像観測で使っているトライドックという AUV がありますけど、この例を紹介します。まずですね、スタート、自立行動を最初は人間がスタートしますね。スタートした時のモードは10です。で、これではですね、一定時間待つっていうモードですね。例えば20秒とか30秒とか待ちます。で、その間に何をするかというと、クレーンを外したりとかしてます。基本的には無線で通信をしながらしてるんですけど、水中に潜った瞬間に無線が切れます。なので、つなげたまま水中に潜っちゃうと、ロボットはフリーズしたりですね、非常に不安定になるんですよ。これは OS によるかもしれないんですけど、このロボットはですね、当初 Windows を使ってましたので、リモートデスクトップ接続ですね。で、それがですね、急に切れると中はフリーズします。そうするとですね、最悪の場合、ロボットはいきなり例えば潜らせてると、それで通信が切れるとどうなるか、海底まで潜りますね。で、そのフリーズ状態だと、うちのロボットは基本的にその前の指令値がずっと続くので、潜ろうとしてずっと海底にぶつかっても潜り続けて、電池が切れると勝手に上がってくる。で、これ実際海でやってしまうと非常に怖いです。なので、これをやらないためにですね、ちゃんと待って、ここで安全にクレーンから外していける状態にするわけですね。で、その後で、モード15っていうのがあって、
で、ここでは先行開始地点まで GPS 制御で移動させて、そこで潜り始めるというのをやっています。まあ、最近はここからいきなりこっちへ行くんですけれども、でモード20においては、力一定制御、つまり、ロボットは、潜るときのですね、リファレンスは 3種類取ることができて、一つは力ですね、何ニュートンスラスターを吹くか、でもう一つ考えられるのは、深度です、何メーターを目指して潜るか、でもう一つは海底からの高度ですね。で、最初なんで力でやるか、このロボットはですね、この海底の写真を撮ってくるのがミッションなので、いきなり高度でやればいいと思うじゃないですか。でも高度っていうのは超音波で測っているので、海底に近づかないと撮れないんですね。だから、まあ、浅いところだったらいいんですけど、まあ、水深 100m ぐらいあるともうダメです。で、じゃあ最初深度で行けばいいんじゃないのかということですけど、深度で行くとですね、この目標地との誤差が大きい、水面だと目標地がこの辺だとするとかなり距離があるので、そうするとスラスターをフルで吹くんですね。で、水面でフルで吹くのは危ないと、運用上の理由でですね、つまりもし何らかのトラブルがあってうまく切れてないまま、振動制御になってしまうとスラスターが思いっきり回ってて危ないということで、最初は力一定で、まあ、穏やかに潜って一定の振動まで来てから振動制御で目標振動まで一気に潜らせるですね。で、海底が見えてきます、ある程度まで行けば。で、そうするとこの、まあ、具体的なその移行の、敷地は、まあ、海底からの高度がある一定値以下になるという条件ですけど、そうなると今度は海底からの高さで、制御をします。で、所定の高さまで来たら、今度はその海底なんだ、水平移動を開始するわけですね。で、ランドマーク、このロボットの場合はこうランドマークを発見するので、まずはで、まず最初発見します。で、発見したらそれ基準で自分の位置が分かるので、海底までの高さをさらに落としてですね、画像観測を行うわけです。で、まあ、で所定のウェイポイントをクリアしたら浮上モードに入って、で、水深が一定より浅くなったら終了ですね、スラスターを全て止める、であとは自然に浮上させるというふうにしています。まあ、こんな感じでですね、こう各モードごとに何をやらせるか、それからモードの移行条件ですね、これをちゃんと決めておくことで、こういった全体としては結構複雑な動きを全自動で行うことができます。プログラムの構成なんですけれども、まあ、ハイレベルとローレベルっていうふうに大体分かれます。まあ、これでいうとこう上の方がハイレベルで、一番下はスラスターですね。まあ、ロボットのプログラムっていうのは基本的にはこうセンサーの値を受けてスラスターの出力を決める、まあ、それだけです。で、まあ、いろんな段階を経ていくわけですけれども、まあ、ハイレベル一番上位はですね、ミッションコントローラーという部分で、ここがこの11ミッション全体を統括します。まあ、先ほど述べたこのモードの管理とか外部とのやり取りっていうのはここが担当しているわけですね。で、その下のレベル、パスプランナーという部分ですけれども、ここはですね、そのウェイポイント行くための CH を生成します。基本的にはこうどこへ行きなさいっていうことを指示、あらかじめ教えておくんですが、それをウェイポイントと言いますが、まあ、ハイレベルの方でそのウェイポイントが出てきて、ここの段階ではじゃあそこへ行くにはどうすればいいかということですね。例えば私がロボットだったとして、ウェイポイントがそこの、机だったとすると、私は今こっちを向いてて、ウェイポイントはあそこだからまずは右を向かないといけないですねとかですね、右を向いたら今度は前進しましょうかとか、そういうこの具体的な目標を決めるわけですね。で、それが、ローレベル制御機に置いてきます。で、ローレベル制御機ではですね、その、まあ、例えば、ここで出てくる値っていうのは、サージ速度毎秒何メーターで動きなさいとか、方位各速度何度毎秒で回りなさいとか、そういった指示が来るんですが、それを受けてじゃあそれぞれのスラスターの力どうしましょうかということですね。これはもうスラスターの配置、ロボット依存ですよね。ロボットによって変わりますけれども、それでスラスターの推力を決めます。で、まあ、PID 制御
で、補填制御のやり方が、まあ、よく使われると思います。で、最後にいよいよもハードウェアレベルになってきます。で、スラスターのドライバーに行ってですね、その、まあ、各スラスターが何ニュートンで力を出せばいいかということから、例えば指令、まあ、電圧とか、あるいは PWM のデューティーとかですね、そういった具体的な値に変換して、これでスラスターを回す。こういったこう流れに、なっています。まあ、多分ロボコンのようなですね、まあ、比較的簡単なミッションにおいてもですね、まあ、基本的にはこういう流れになるかと思います。で、あとはですね、まあ、これを全部一から自分たちで作ってもいいんですけれども、最近ですね、結構オープンソースでいろいろな、ソフトウェアが使えますので、簡単に紹介します。まあ、ロボットの作り方っていうのは大体決まってます。それで使われるハードも大体仕様は一緒なので、まあ、共通化できますねっていうことですね。で、まあ、こういったライブラリーとかフレームワークっていうのは結構あるんですけれども、ここでは代表的なものを、2つほど紹介します、まあ、ライブラリーの例として、これは LCM という通信用のライブラリーですね。まあ、プロセス間通信といって、こういろいろなこうプログラムが走っているときにそれ同士でデータをやり取りするための方法です。で、まあ、スイッチロボット複雑になってくるとですね、いろんなプログラムが同時に回ってるわけですよね、まあ、マルチスレッドになっているんですけれども、まあ、例えばこうセンサーの値を読み込むためのスレッドがあり、ミッションコントローラーがあり、状態推定部分があり、まあ、いろんな部分がですね、独立して回ってるわけです。で、そうするとそのセンサーで読み取った値をですね、上に教えないといけないんですよね。というところで通信がですね、非常に大量に発生しまして、そこをうまく組まないと厄介なことになります。まあ、一番簡単な場合はですね、一つのループでですね、まずセンサーの入力をして推定して、状態推定して、制御指令値を計算して出力する、そういうループで回すことももちろんできます。ただ複雑になってくると、それだとですね、ちょっと処理が間に合わないので、同時に回した方が良くなってくるんですね。で、そういった時に、まあ、こういったライブラリを使うと非常に負荷が少なくて通信できますというものですね。で、まあ、通信だけじゃなくて、いろいろ他にも例えば状態推定とかですね、画像処理とかいろんなものを目標化したものがロスですね。これはロボットのソフトウェアで非常に最近普及がしていまして、水中ロボットでも結構使われている事例があります。まあ、スペインの大学の例とか、まあ、アメリカの大学の例とかですね、まあ、当研究室の EUV でも使っております。まあ、これだとですね、まあ、いろんな人たちがいろんな、モジュールをすでに開発しているので、例えばうちの場合は、その姿勢センサー、IMU の値をこう生の値からこうロールピッチの角度を計算するコンプリメンタリーフィルターという部分をこれ使ってたりとかしますね。あとはもちろん通信もですね、LCM と同じような結構、性能のいいものが使えるので、これはおすすめです。で、商用の EUV、 例えばレイマスなんかでも最近オープンソースに対応していまして、例えばこのオープンアーキテクチャープラットフォーム対応ですよということを歌っていたりします。はい。で、まあ、ここからはですね、じゃあ実際にまあ、AUV のソフトウェア、じゃあどこを AI 化しましょうかという話に、なってきます。じゃあまず水中ロボコン、今回の AI チャレンジ部門におけるミッションを、考えてみましょう。まあ、こんな感じでですね、こう水槽の中、多分カメラで写真を撮ると思います。で、流れとしてはこの写真の中からまずはブイを認識しないといけませんね。で、V が認識できたら、自分の位置関係をもとに、例えば左に映ってるんで、じゃあ左へ向かって前進しましょうかと、そういう判断ができるわけですよね。
で、これがまあ、これをループで回すわけなんですが、じゃあ、まあ、そのなんでプロセスとしてはこうですね。画像取得、部位の認識、それから制御。じゃあ、どこを一体 AI 化しましょうかということですが、まず、考えられるのはここですね。認識部分。これはまあ、画像の認識なので、まあ、AI、まあ、深層学習の場合は CNN という方法を使いますけれども、これが非常に得意としている部分になります。であとはですね、制御を例えば評価学習という方法がありまして、でこれを使うということも考えられます。例えば、まあ、これ、まあ、部位の位置が分かった状態で、スラスターの指令値を出す部分を、URL ネットで出力させる。まあ、これもできるとは思います。あるいはもうここを一体化してですね、この画像から出力を直接推定学習させようということもあり得ると思います。まあ、はい。なんで、いろいろな考え方があるかと思います。で、まあ、今回の AI チャレンジ部門はですね、まあ、必ずしも AI を入れないといけないということではないのですけれども、まあ、一体どこを AI 化するのかっていうのは最初に考えておくべきことです。で、ニューラルネットワークについてですね、まあ、詳しい説明は端折ります。今非常に多くの資料が出ていますので、で、まあ、非常に簡単なことだけを言いますと、まあ、こういったノードというものがですね、複数ありまして、あります。で、例えばこちらの例ですと、この、まあ、いろんな情報がありますね。例えば、これはワインを判別するようなニューラルネットワークなんですけれども、例えばこの年数とかアルコール度数、色合い、そういったものをこう入力層で入れるわけですね。で、そうするとこの濃度感、でここではですね、この、まあ、線形結合ですね、一定の重みをかけて、ここに入った値の重みをかけて、それを、の輪がですね、ここに入ってくるわけですね。で、それを、またこの重みをかけて、こちらに出力すると。で、あとはここで活性化関数といって、線形化するような、線形な関数が入っているので、まあ、単純な線形の分類器よりも複雑な分類ができますよというものです。で、具体的にはですね、例えば、まあ、こういったこう値が入ってきて、例えば年数は3年で、とか、いろんな Y のパラメータを入れると、ここのネットワークを通すと、最終的に、ここの濃度は白ワインを表す濃度は 0.1 で赤ワインの濃度が 0.8 なんで、これは赤ワインですねと、こういう識別をしているわけです。で、これを画像処理に適用できるようにしたものが、いわゆる CNN、コンボリューショナルニューラルネットワークと呼ばれている、ニューラルネットになります。まあ、計算の流れはですね、先ほどの例とほとんど一緒なんですけれども、違いはですね、このノードの、重みの計算で、畳み込みという操作を使っているわけですね。インプットが先ほどの例ですと、まあ、単純なこの1次元ベクトルですか、なんですけれども、CNN になると入力が、2次元の、配列。ですね、なんで、まあ、画像であればこれ直接読み込めるわけです、まあ、これはルネットっていう手書きの文字認識用の CNN ですけれども、ニューラルネットの、その深層学習の説明で必ず出てくるものです。でこれをですね、コンボリューションを取るっていうのはこの先ほどの重みの計算に相当しますが、2次元の配列なので、ただの、1つの変数の重みじゃなくてですね、この重みがこう、行列になっているわけですね。で、それで畳み込みの計算をして、そうすると出力の濃度もですね、こういったこう2次元配列になります。で、こうすることで、まあ、この画像のですね、この範囲の特徴をこう、計算するわけですね。で、ここの、この、カーネルといいますけど、これの、形は機械学習、つまり自動的にデータから学習されるわけです。それで、例えばこの、例えばこういった直線とかですね、今、このカーブの度合いとかですね、そういった個々の、
細かい特徴、どういった特徴を使えばこの手書き文字をですね、これは ABC とかアルファベットを認識する課題ですが、うまく分類できるかというのを自分で学習していくわけですね。で最終的には、まあ、例えばこの例だと10個のアルファベットを識別したいという課題なので、まあ、10個の層です。こちらはあの、前結合層といって、あの、まあ、これと同じですね。でこんな感じでノードが10個並んでいて、一番、確率の高いものの数字が高くなるというものに、なっています。なので、まあ、例えば部位の識別なんかでも、まあ、こういった形で、例えば部位の種類、例えば色の識別をしたければ、青、黄色、赤とかですね、いろんな部位の表すノードを作っておいて、それで識別させるっていうのはできます。で、AI 化するときに考えないといけないことですけれども、万能ではありません。まあ、実はですね、既存の、方法の方がいい場合もいろいろあります。例えばこう部位の色をですね、単純に識別するような場合ですと、多分 AI 化しなくてもですね、ある程度できるんじゃないかと思います。まあ、ちょっとそれなりに大変ですよということですね。まあ、AI 化するとですね、もうデータさえ集めれば全自動でいけるんじゃないのと思っている方も多いと思いますが、実際は結構試行錯誤とかノウハウが必要になります。確かにそのニューラルネットの重みとかですね、パラメーターっていうのは自動的に調整してくれますが、ニューラルネットの構成、例えば先ほどの例で言うとこれですね、ここは一体何層のにするかとか、このカーネルのサイズどうするのかとかですね、そういった話はですね、自分たちで決めないといけません。それからまあ活性化干渉の種類とかですね、いろいろと決めるべきパラメーターがあります。それをハイパーパラメータと呼んでますけど、このあたりが結構大変です。それから、AUV のソフトウェアのうちですね、AI 化できるのはごく一部ですね。先ほど AUV のソフトウェアの構成をお見せしましたが、まあ、例えば V の認識部分だけしか AI 化はできないわけですね。そうすると、他の部分というのは今まで通りなので、結構、まあ、ちょっと大変ですよという話です。であとはですね、性能ですね。性能はもうデータに大きく依存します。まあ、基本的には非常に大きな大量のデータが必要になります。まあ、なので今回、今日ですね、いろいろとデータを取っていただければと思うんですが、まあ、本番と同じ条件で取るのが重要ですね。それから、正解データも人間が準備する必要があります。つまり、写真を撮るだけではダメでですね、例えば、V の位置の検出までやりたいとなると、人間がですね、その撮った写真1枚1枚で、V はここですよっていうことを全部教えてあげないといけないわけですね。で、これ写真の数が多いとかなり大変な作業になります。まあ、ということでですね、その課題、深層学習が本当に必要でしょうかということは、常に通っていただければと思います。まあ、ただ、データがいっぱいあるとですね、確かに既存の方法ではできないような、例えばこう色もですね、こう決め打ちで識別をするとできないような場合、例えば距離とか、光の当たり方とかで結構色変わりますけれども、そういったものも識別できたりとか、あとはこう部分的に隠れている場合もいけたりとかですね、そういったメリットはあると思います。で、じゃあ AI を用いた、まあ、AUV のソフトを AI 化するって一体どうやるのっていうことですけれども、まず考えるべきなのはそのソフトウェアの全体構成を決めてください。で、このロボットは一体何をするのかっていうことですね。でどういうその先ほど申したようなモードのあれでもいいんですけど、どういう流れでこう行くのかですね。でその上で、一体そのどこを AI 化するのか、これをですね最初にしっかりと決めておく必要があります。でそれが決まればですね、じゃあ例えば画像
画像から部位の位置を検出したいと、それを AI に任せようとなると、まあ、入力はこの画像ですね。じゃあ画像の種類はどんなので、解像度やサイズはこういうものを使いますよということが決まります。で、出力が例えば部位の色、それから場所とかですね、そういうことを決めます。で、その後でこう学習用データを準備するということですね。で、それが集まったら今度学習していくわけですけれども、まあ、まずはこのハイパーパラメータを決めるわけです。このネットワークの構成ですね、いろいろこう例えば提案されている方法がありますけれども、どれを使うのかとかを決めて、で、実際にこのデータで学習をさせます。で、それで、評価する、まあ、これをですね、基本的には十分な性能が得られるまで、繰り返します。で、もしかしたらここに戻ってですね、データの取り直しが必要になるかもしれません。で、それである程度の性能が出るようになったら、実機に搭載して、性能を評価するという流れになるかと思います。で、まあ、深層学習を用いた画像処理っていうのはですね、こう主にこう3つのタスクがあると言われてまして、まあ、難易度順に行きますと、まあ、一番簡単なのは、識別というタスクです。これはですね、もう画像が与えられて、この画像全体に映っているものが何なのかを判別する例ですね。なので、まあ、この画像を入れたときに、これは V ですという判別ができるというのが識別です。これだとですね、もう画像中のどことかいう情報は推定する必要がないので、比較的簡単だと言われています。で、次は検出ですね。まあ、画像中でその場所も含めて、推定する。この例だとここに部位があります。これを出すわけですね。で、さらに難しいと言われているのが、セグメンテーションといって、画像の、を細かく分けるやり方ですね。検出の場合はもうこの大体の位置だけを検出したんですが、こちらになってくると、このピクセルレベルでですね、それが一体何なのかを、識別するわけです。なので、ここが V で、これが台で、ここが床で、ここは壁ですよとかですね、そういったことを、区別するということになります。で、まあ、今回のミッションだと、おそらくこの検出のタスクになるんじゃないかと思います。で、まあ、この検出を行うためのニューラルネットの構成、まあ、いろいろ提案されています。で、今回の講義ではその詳細は触れませんけれども、例えば養老とかですね、 RCNN とか、まあ、いろんな方法が提案されていますので、そのあたりはお調べいただければと思います。で、学習用のデータ集めなんですけれども、まあ、できる限り多様な条件で撮影すべきですね。まあ、距離とか、あとは照明との位置関係、あとは撮影する方向ですね、まあ、どっちから撮るか、あるいはこう可能であればこう上から撮ったり下から撮ったりとか、あとは背景ですね、まあ、背景がシンプルな場合もあれば、かなりごちゃごちゃとある場合もあります。他のロボットが映り込んでいる場合とかもですね。で、このデータの数っていうのは非常に重要なので、なかなかこう起きないようなですね、まれな条件っていうのも学習させないことにはそれを認識できないので、はい、非常に重要になります。で、あとはそのデータの処理の流れですけれども、まあ、まずは撮影しますよね。これは今日できると思います。で、それをですね、静止画に切り出して、っていうのはニューラルネットに入れるのは静止画なので、静止画にして、あとは前処理っていうのが、必要になってきます。まあ、レンズの歪み、水中だと結構歪みが大きいので、真ん中と端っこだとですね、結構この丸がですね、こういびつに歪んだりするんですよ。まあ、補正しなくても多分そこそこの結果は出るとは思いますけれども、ね、あとは色の補正で、あとはですね、もしデータが足りなければ、その撮った写真を拡大縮小とか回転とかして、
人為的にこうデータの数を増やすことができます。例えば写真が10枚しか撮れなかったとしてもですね、この角度をいろいろ変えてみたりとか、この拡大縮小させることで、まあ、10倍、100倍に増やすっていうことができますね。それから、正解データの準備ですね。まあ、バウンディングボックスといってですね、先ほど見せたようなこの V を囲むような四角形ですね。これをこう人間がですね、一枚一枚定義する必要があります。まあ、検出タスクの場合ですね。で、あとは実際データが取れなかったとしてもですね、シミュレーションを活用するということも、できるとは思います。ただ、シミュレーションを使う場合はですね、この現実的な、それが現実的な条件かどうかっていうのをよく注意しないといけません。非常にシンプルな環境でシミュレーションしてしまうと、それが実際に移るものとかなり変わってしまうので、そうするとですね、シミュレーションでしか対応できないということになってしまうことがあります。で、この深層学習を実際に実装するときにですね、なかなかこう一から作るっていうのはありません。で、もう先ほどのロスのようにですね、結構フレームワークがいろいろな、かなりの数提案されています。で、こちらはですね、去年のそのフレームワークのその、まあ、人気ランキングみたいなものですね。で、一番トップはですね、TensorFlow というもので、これは Google が作ったものです。で、フレームワークとしては後発なんですけど、まあ、やはり Google のパワーでですね、あっという間に首位になっていますね。それから最近すごく伸びているのが Keras というもので、これはTensorFlow 上で動く、まあ、結構シンプルに書けます。まあ、TensorFlow はですね、結構その書くのが大変だったりするんですけど、まあ、こちらにすると、かなり簡単に書けます。私もこれをちょっと試してみましたけど、結構すぐにできます。で、あとはですね、チェイナーですね。これはですね、日本の AI ベンチャーのプリファードネットワークが、開発した、フレームワークです。シェアは少ないんですけど、まあ、日本だと結構使っている人もいるんじゃないかと思います。こちらもおすすめですね。はい、AI の話はここまででして、ここからはですね、その実際の例ですね、まあ、当研究室で行っている例を少し紹介します。まあ、ウミガメの追跡ロボットっていうものを作っていまして、今年卒業した修士の学生がメインでやっていたんですけれども、まあ、AUV にですね、ソナーをつけまして、ソナーでこうウミガメを検出してですね、でこれを追いかけようというプロジェクトですね。で、このソナーの映像からこのウミガメを検出するというタスクに、AI 深層学習を使いました。で、導入したアルゴリズムは YOLOV2 というものでして、CNN による、検出のアルゴリズムです。で、これのメリットはですね、まあ、計算負荷が比較的軽いということですね。まあ、AUV に搭載できるハードウェアで、まあ、リアルタイムの処理ができます。あとはスケールの変化に対してロバストであるということですね。で、詳しいアルゴリズムの紹介は省きますけれども、こう画像をですね、こうグリッドに分けて、それぞれこうその候補領域、バウンディングボックスの候補を計算して、それをこう重なっている部分をですね、うまく除外して、こう絞り込むわけですね。で、この時の学習はどうしたかというとですね、これソナーの映像なんで結構データ取りが大変なんですよね。なんでこう一応この水族館とかでですね、この実際ロボットにソナーをつけてウミガメのデータを取ったり、あとは海でもウミガメを放してですね、ROV でこうウミガメを追っかけてデータを取ったりしました。で、全部で1000枚ちょっとですかね、の静止画を撮りまして、で、これ1枚1枚をこう手動でですね、バウンディングボックスを作ったわけです。で、それを、でトレーニング、学習用のデータセットと、評価用のデータセットと、テスト用のデータセットに分けて、
評価をしました。であとここで導入したのはですね、ファインチューニングと呼ばれている方法で、ちょっとこれだけだとですね、データ足りないんですね。なのであらかじめ既存の普通の画像のデータセット、これはオンラインにいろいろあるんですが、それで学習して、その後で、このソナーの画像で学習させるっていう方法をとっています。でこうすることでですね、検出精度を高めたり科学習を防いだりという効果があります。で最終的にはですね、精度 88%、再現率 64% という結果になっています。でじゃあこれで AUV をどうやって制御するのかということですが、この課題ではですね、これ上から見たんですけど、 AUV がいます。でターゲット、ウミガメですね。でそうすると AUV から見てですね、相対的な角度 θ、それから距離 R、 これがですね、機械養老によって求まります。これがチーターとディテクターでやっていることですね。ここでソナーのイメージから θ と R が出てきます。であとはですね、これがそれぞれ、目標値になるようにロボットを制御するわけですね。で角度については、これがこのシーターバーというのが目標値です。で今回はもうトラッキングなので、これは基本的にゼロですね。カメは正面にいてほしい。なのでそれで、PID のこの P 制御で、角速度を求めています。つまり、その誤差が、もし誤差があればそっちへ向けて角速度の出力をしましょうということですね。つまりロボットが、カメが右にいたら右に曲がれということですね。で、それで、制御をします。でここで、PD、 今度は、P っていうのが比例項ですけど、 D っていうのは微分項ですね。で、それ最終的にはこれは、モーメントですね、力ですね。これを AUV に入れています。で AUV はですね、角速度センサーを持っているので、ここではフィードバックをかけています。これで本当にこの値がですね、ちゃんと出るように、制御をしていくわけです。それから距離の方はですね、距離も目標値があります。で距離は今回4メーターにしてたんですけど、でそれにその誤差に応じて力ですね、ここはただの力で制御しています。もしロボットがですね、例えばDVL とか速度センサーを持っていれば、これを速度にしてあげるとですね、さらにもっと精度が上がると思います。で、これをですね、実際 AUV ハットリに実装しました。こちらハードウェアで、こちらソフトウェアなんですけど、ハードウェアの方はですね、ソナー、もちろんマルチビームソナーが頭についています。でそれからコンピューターはですね、ジェットソン EX2 というですね、深層学習をできるような GPU が乗ったですね、非常にちっちゃなボードなんですけど、これでですね、養老 V2 が大体 10Hz ぐらいで回ってます。でソフトウェアは、Ubuntu とあとロスですね。でこちらソフトウェアです。でこの青いものが、それぞれプロセスだと思ってください。これロスなので、こういったこんな形でですね、いろいろこうプログラムをこう乱立させてですね、データのやり取りをすることができます。マルチビームソナーのデータというのはここのドライバーで受けて、それをソナーのイメージをタートルディテクターに入れるわけですね。でタートルディテクター、これが養老 V2 で動いてます。でこれによって、そのソナー画像のどこにカメがいるんでしょうかということが書いてくるわけですね。でここで、その画像中の位置から実際の座標に変換します。で、それでコントローラーで、先ほど述べたの制御 PID 制御をやって、角速度どうしますか、サージフォースどうしますかっていうのを計算して、でここでローレベルですね、じゃあそのサージのフォースを出すためにスラスター、じゃあ左右のスラスター半分ずつ分けましょうかとか、そういう話をするわけですね。で、スラスターを回すわけです。でフィードバック制御をかけているので、角速度はここでこう制御するわけですね。こんな比較的シンプルな動きではありますけれども、結構な数の、ノードが走っているわけですね。でロスのいいところはですね、このノード間の通信がですね、パブサブモデルっていって、こう結構こう
フレキシブルなんですよ。なんでここから出したソナーのイメージっていうのはもうここだけじゃなくて実はどこでも取ることができます。もちろんログにも全部残るんですけれども、こんな感じで非常にこう付け外しが簡単だし、なんか新しいことを新しいノードを回してですね、並行してこう別の方向でも推定するとかいろんなことができます。でこちらはですね、じゃあ実際どのぐらいこう検出できたのかという映像ですね。これは水族館のデータです。でこんな感じでこうウミガメが泳いでると、これ養老 V2 で、まあたまにボタン値がありますけれども、なんかだと見えてない時もありますけどね、こんな感じでついてできているということになります。でこれをですね、実際ロボットに入れて動かしてみました。これ10倍速です。でウミガメがここで自由に動いてます、泳いでまして、これをですね、こう4メートル離れてですね、こうついていくわけですね。でこれがその時にソナーで捉えてた映像ですね。この赤い枠がこの養老で捉えたウミガメの位置です。だいたい常に正面に捉えたまま動けているということがわかります。でこれがその、養老で求めた、ウミガメまでの方位、それから距離ですね、大体0度、それから、距離は4メートルで保って、まあ、大体270秒ぐらい、追跡しています。はい、で、まあ、こう、事例の紹介はここで終わりで、最後に、まあ、参考情報としてですね、まあ役に立つようなことを何個かお伝えしますけれども、一つオンラインの、Python 環境ですね。結構環境のセッティングが大変だったり、それからGPU が入ったパソコンがないとですね、学習できないとか、いろいろハードルがあるんですけれども、最近オンラインでですね、Jupyter Notebook っていって、まあ、Python が自由に使えるような環境ですね。これがあります。これは、Google がやってるんですけれども、そこだと結構早い GPU をですね、使うことができるので、学習もですね、そこでどんどんやらせることができるわけですね。なので、早いパソコンがなくてもいけます。で、あとそこだったら、Keras とかですね、いろいろもうすでに入っているので、その面倒なインストール作業とかもいらないわけですね。なので非常に便利です。であとはですね、ディープラーニングの資料っていうのはオンラインで結構いろいろ出てますけれども、まあ、私が最近いいなと思ったのはこのチェイナーのチュートリアルですね。プリファードネットワークさんが出しているものですけれども、これは別にチェイナーを使うつもりがなくてもですね、 Google コラボとか Python、 あとはその基本的な数学とかですね、理論的な説明も含めてよくまとまっていますので、一読の価値あるかと思います。であとはロスについてもいろいろ資料がありますけれども、最近研究室内で話題になっていたのはこれですね、この、ロス講座っていうやつですけれども、まあ、本家より分かりやすいんじゃないかという話もあります。はい、で、とりあえず私の講義は以上になります。何か質問とかありますでしょうか。よろしいですか。じゃあこれで、終わりにします。どうもありがとうございました。じゃあ、もうちょうどだいたい2時ぐらいになりましたね。ちょうど2時。なので、もうプールは入れますので、ぜひプールの方に移動していただいて、実際、データを取るとかですね、ちょっと環境を見ていただければと思います。はい。